鉢植えを買う女は、松本清張の短編小説。夫人公論1961年7月号に、影の車第7話として掲載され、1961年8月に短編集、影の車収録の一作として、中央公論社から刊行された。これまで4度テレビドラマ化されている。上浜奈良公は精密機械会社に勤めているが、女性社員としては、 最年長となっていた。不器量の彼女は、美しい同僚二人が若い社員から持てるのをよそに、恋愛の対象から除外されていた。奈良公は、美人の同僚に言いよる、男たちの言葉に次第に耳を塞ぐようになり、懸命に仕事に精を出した。結婚に諦めを持つようになった彼女には、金さえあれば、いかなる不幸も、ある程度は防げるように思われた。やがて奈良公は、 かなりの金をため、金銭的に苦しむ社員に対して、金貸しを始める。会計家の杉浦淳一も奈良港から金を借りる、常連となった。返済がたまり、利子も払えなくなった杉浦は、それを棒引きさせるため、奈良港を落とし入れることを思い立つ。1962年4月12日と4月13日、NHK の松本成長シリーズ。 黒の組曲の一作として2回にわたり放映。1966年2月1日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長シリーズは国手放映。松本成長スペシャル、鉢植えを買う女。1993年12月11日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。サブタイトルは、上浜奈良子を32歳。 寂しい女の予期せぬ完全犯罪もあなたを話さない。視聴率17.8%。松本成長特別企画。鉢植えを買う女。2011年11月9日。テレビ東京系列の水曜ミステリー9枠にて放映された。ありがとうございます。